おはようございます。今日の朝食の時間でございます。今日はね、私の大好きなカップラーメンを食べようかなと思って、このね、京都って書いてますよね。京都すご麺というものでございます。まあ人によってはね、カップラーメンなんて体に悪いよとか言いますけども、別に、ね、毎日食べるわけではないですからね。で、あとね、カップラーメンも盛り付けといいますか、こういう風に、見えるんですよ。今のカップラーメン、こういう風に、ほら、美味しそうでしょ。これですよ、これ。カップラーメンも丼に注ぐととても美味しそうに見えるということですね。香りがいい。あの、健康志向も結構なんですけども、多少体に悪いと思ってもね、美味しいものを食べて、あの、生命力が増すんだったらいいんじゃないかなと思いますよね。おお、これラーメン美味しそう。いただきます。京都背脂、エネルギー444キロカロリー、ナトリウム 3.1、はい、まあね、健康大好きな方、カップラーメン食べない人生もいいと思いますよ。でもね、やっぱね、健康気にする人の食事ってなんかはね、軒並みまずいんですよね。で、これ美味しくないですねって言ったら、味覚が侵されてるって言って私が否定されるんですよ。あ、なるほどと、いろんな感じ方があるんだなと思うばかりでございます。私はね、味覚音痴で結構です。このカップラーメンが美味しいと感じる限り、まあ私は味覚音痴で良かったなと思う日々でございますね。それでは本日はこの京都の背脂カップラーメンをいただきながら皆さんとお別れします。さよなら、さよなら、さよなら。